熱海市伊豆山地区で起きた土石流は発生から16日目となりました今日新たに1人の遺体の身元が分かったほか現場で3人の遺体が見つかり警察などが災害との関連を調べています午後になり日差しがだんだんと強くなってきました炎天下の厳しい状況のもと懸命の捜索活動が続いています今日の捜索活動はおよそ1000人体制で 被害の大きかった住宅地を中心に進められました熱海市はきょう午前16日に見つかった女性の遺体は臼井直子さん38歳だったと発表しましたまたきのう発見された2人の遺体は今回の災害で亡くなった人と確認されましたこれで土石流災害で亡くなった人は15人行方不明者は14人となりましたさらにきょう 現場で男性1人を含む3人の遺体が発見されました警察などが身元の確認を急ぐとともに今回の災害との関連について調べています今日午後には岸信夫防衛大臣が現場を視察し懸命の捜索活動を続ける自衛隊員を激励しました